今回なんですけれども、こちらコストコで購入したバセリンのアドバンストリペアローション、ボディーローションですね。これ、前も購入しまして、肌にスッと馴染んで、ベトつかなくてですね、使いやすいなということで、もう一回購入しました。コストコで買うとこのように3つですね、3本セットになっています。 最初に購入した時はですね、これ同じタイプではなくて2本と、あとなんか、キャップが蓋、パカって開くタイプのものが1つついて、それでですね、3本っていう形だったんですけれども、今回購入した時は、これ3つっていう感じですね。えっ、ー、と、ちょっと前に購入したので、どれぐらい前ですかね、3ヶ月ぐらい前に購入したのかなと思うんですけども、ちょうどその前に使ってたのが、今なくなって、新しいのを開けようかなと、そういう感じです。 でこの下にも書いてあるように「べたつかないのに潤った肌が一日中続く」と書いてますねうーんとまあ本当に乾燥した時にはですね一回つけたぐらいではまあちょっと保湿力足りないなって感じしますけども自宅にいる時とかだとこうプッシュしてすぐパッと塗れるのであの乾燥してるなと思った時とか手軽にですねこうケアできるっていうのがすごくいいところです でこのように裏の方にですね特徴が書かれていますここに書いているようにバスリンアドバンストリペアボディーローションに含まれているバスリンジェリーが肌の奥まで浸透し潤いを保ちます潤った肌が一日中続きます敏感肌にもお使いいただけます素早く浸透するのでべたつきません無効量でバスリン潤い成分確実そうない このようにですね書いてますねえー、とまあこれボディーローションなので保湿力はあの何て言うんですかペーストみたいなあれに比べるとやっぱり落ちますけれども使いやすいということでこれプラスあのワスリンのもっとあのペーストみたいなあれも両方使うとですねいいかなと思います私の場合もこのボディーローションプラスあとですね乾燥もっとより厳しいなっていうところかかととかですねえー 手の指先とか乾燥してきたなという時はそれを塗ったりしてこう保護したりしていますあとはこちらの方に成分書いてますので気になる方はチェックしてみてください、はい、一応左半分ぐらいと右半分ぐらいでこう分けて今撮影してますので動画ですね途中で止めてみてみると気になる方はですねいいと思います それではこちらですね、えー、と3本入っているんですけども、トータル 1500ml ということで、500ml バージョンのこのポンプ式のバセリンローションですね、あるという感じになってますので、このプッシュ式タイプで気軽に使えるというのがいいところです。でちなみに以前これ買った時ですね、ちょっと先端の方こんな感じの形状なんですけれども、 以前買った時はちょっと大きめタイプ。これ600なんですけども、6 0 0ミリリターこれが2本入ってました。それに加えて2 9 5ミリこれですね。ミリリターこういう蓋の方、かパって開けるような、こういうふうにですね。上、蓋、パカッと開けるようなタイプのものが1つ入っていたと。こういう感じですね。うん。これが1つ。で、この600が2つ。以前は入っていたと。 いたとそういう感じです。で今回買ったのがこの先端がこういうふうにプッシュ式になっているタイプこれが3つ入っているという感じですね。それではこちらのプッシュして出してみようかなと思います。 どううでしょうかちょっと今見えにくかったかもしれませんけどまあこんな感じですごく柔らかくですね軽くスーッと伸びていきますのですごく扱いやすいですでこうポンプでプッシュするだけで出てきますのでこれがすごくですね使いやすいと思いますまあ最後の方になると下の方溜まってくると思うので逆さにしてですねこのキャップ開けてあとは指でこうかき出すようにして個人的には使ってますけれども最後まで使うようにしています、はい 多分下の方余った時にこのポンプ式の場合やっぱり若干使いづらい部分ありますけれども通常使う時はですねこのポンプでやる方がかなりあの手間もなくて使いやすいのですごくいいなとそう思っていますはい、まあ、これプラスあとですねあとはこっちのペーストっていうかこのタイプですねこれがやっぱりかなり保護力高いので よく使ってるんですけれども、まあこれ、まだ開けてない方の、1回も使ってない方のやつですね。こんな感じです。これもコストコで買ったんですけども、これが確かに2個ぐらい入ってるタイプで1000円ぐらいで売ってるので、大容量で使えるという感じですね。まだもう1個の方が、うーん、そうですね、5分の1ぐらい、やっと使い終わったかなというぐらいなので、まだまだこれ、あります、はい。これだけ入ってたらかなりの期間使えますので、 はい、いいと思います。うん、一つあるとですねかかととか膝とか肘指先なんかですね、あと顔乾燥したときは夜つけておくとか、えー、そういう感じでもですねいいかなと思います。まあ、敏感肌にの方にも、ですねこのワセリンだと基本的に使いやすいと思いますので、敏感肌の方にもですねこれ使うといいんじゃないでしょうか。成分あの こちらだと結構さっきいろいろ入ってたと思うんですけどもこちらの方になると「ワセリン BHT トコフェロール」って書いててかなり成分が少ないのでこの「ワセリンばっかり」っていう感じになりますのではい刺激が少なくて使いやすくていいんではないでしょうかそれではですね今回この「ワセリンのボディーローションタイプ」これがすごく柔らかくて使いやすくて気に入っていて でこの保湿力もですねそこそこいいということで気に入ってますのでコストコ一定気になりましたらこれですね是非購入してみてください。